トーマス&フレンズカプセルプラレール、今日はどれをやる？これだ、デニアスと恐竜編、やってみよう。恐竜の化石化石出ました。よっしゃ、恐竜の化石化石開けたいと思います。頑張ります。はい、それでは開けたいと思います。この化石は結構細かくてカプセルプラレールらしく可愛くできてますね。そしてレイアウトに便利な2分の1直線レールが2個ついてます。ゼンマイ車を使った走行編は後日公開したいと思います。以上、恐竜の化石貨車を開封しました。じゃあまたね。